安全衛生推進者とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業上において、その事業上の安全、衛生に関する事項を、統括管理するものである。事業者より選任される。1989年4月の改正法施行により、新たに法定化された。労働災害の発生状況を見ると、安全管理者及び衛生管理者の選任が、 義務付けられていない中小規模事業上における、労働災害の発生率が大規模事業上に比べて、格段に高くなっており、また、中小規模事業上においては、労働災害防止のための取り組みが、必ずしも十分とは言えない状況にあった。このような状況に鑑み、中小規模事業上の安全衛生水準の向上を、図るため、 その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は安全管理者の専任を要する事業場及び衛生管理者の専任を要する事業場以外の事業場で一定の規模の物事に安全衛生推進者を先任し、そのものに事業場における安全衛生に係る業務を担当させなければならないこととしたものである。日雇い労働者。 パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、状態として10人、以上50人未満の労働者を使用する中規模な事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。安全衛生推進者は、選任すべき自由が発生した日から14日以内に、選任し、そのものの氏名を、事業場の見やすい箇所に掲示する投資、 関係労働者に周知させなければならない。安全衛生に係る多職とは異なり、労働基準監督署長への報告書提出義務はなく、違反に関する罰則は規定されていない。労働基準監督署長による、増員、解任を命ずる規定もない。安全衛生推進者等に係る規定は、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方が、派遣中の労働者に監視。 事業者としての義務を負う。安全衛生推進者または衛生推進者は安全管理者または衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理するものであるのに対して安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当するものである。安全衛生推進者には総括安全衛生管理者が 総括管理することとされている業務を担当させなければならない。具体的には以下の通りである。労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること、労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること、労働災害の原因の調査及び、 再発防止対策に関すること、安全衛生に関する方針の表明に関すること。建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、または作業行動をその他業務に起因する。危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 なお、以下の仕事において労働者の救護に関する技術的事項を管理する者を選任した場合は、安全衛生推進者の職務から救護に関する事項が除かれる。安全衛生推進者は、以下の資格を有する者のうちから原則としてその事業上に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント、 労働衛生コンサルタントから選任する場合は、専属のものでなくても良い。大学または、高等専門学校卒業後に1年以上、安全衛生の実務に従事しているもの高等学校、または、中等教育学校卒業後に3年以上、安全衛生の実務に従事しているもの5年以上、安全衛生の実務に従事しているもの。 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、講習を終了した者。安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの資格を有する者、1から3に該当する者は、すでに資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、安全衛生推進者能力向上教育を受講すればよい。次の業種で、 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場。50人以上の事業場では安全衛生推進者に代わり安全管理者、衛生管理者を選任することになる。安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては衛生推進者を選任する。よって10人。 以上50人未満の全業種において安全衛生推進者か衛生推進者のどちらかを選任しなくてはならない。衛生推進者の業務は安全衛生推進者の業務のうち衛生に関わる業務のみとなっている。なお、資格要件は安全衛生推進者と同じである。平成26年3月28日安全推進者の配置等に係るガイドラインにより、 上機業種の打ち込売業、社会福祉施設、飲食店においては安全衛生推進者の選任が望ましいとされている。工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体を言う。一の事業上であるか否かは、主として場所的関連によって決定すべきもので、 同一場所にあるものは原則として一の事業上とし、場所的に分散しているものは原則として、別個の事業上とする。労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2、選任すべき自由が発生した人は、当該事業上の規模が、規則に定める規模に達した日、安全衛生推進者等に欠員が生じた人を、指すものであること。 労働安全衛生規則第12条の3、見やすい箇所に掲示する等の等には、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるもので、あること。労働安全衛生規則第十2条の4、労働安全衛生法。 第20条から第36条まで、労働安全衛生法第59条から第63条まで、労働安全衛生法第65条から第71条まで、事業上における労働者の健康保持増進のための指針、ABCD 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について、ABCD 危険性または有害性等の調査、 等に関する指針について AB。CD 化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針について労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について経営者がその指揮のもとにある従業員の総合的能力を 長期にわたって高く維持し、あるいは上昇させる方策を意味し、人事、賃金、労働時間、安全衛生、福利構成など、労働条件や、作業場の内外における、諸条件を改善することや、教育訓練により、従業員自身の作業について、知識と技能を高めることなどが含まれる。建設現場の労働者が所属する本支店、営業所など、ありがとうございます。